ビルレイは中世フランスの死刑並びに音楽形式のことを指す。ビルレイという語は回転する、させるという意味のフランス語、ビルに由来し、因を転用するところに関連するらしい。ロンドンやバラードと共に三大定携詞の一つで13世紀から15世紀のヨーロッパにおいて最も普通に曲付けされた死刑である。ビルレイはロンドンに似て、 各スタンザは二つの韻を踏み、あるスタンザの最後の韻は、次のスタンザの最初の韻と同じになる。最初と最後の部分が同じになるため、楽曲構造全般としては、常に普遍のアバ形式となる。この形式は、イタリアのバルダータと同じである。最も有名なビジュレイ作曲家は、ギオームド・マショーである。マショーは自作の詩に曲付けした。 魔性のビルレーは33曲が現存する。その他の主要な作曲家に、ビルレー早造期のジャンノ・ドレスキュレルや、ビルレー末期のギオーム・デュファイラがいる。15世紀半ばまでに、ビルレーは音楽と遠道くなり、大量のビルレーやロンドー、バルダータが作詞されたが、曲付けされることを意図されなくなったり、あるいは音楽が失われたりした。ビルレーは、ソネットやバラード、ビラネルに比べると、 捉えどころがなく、重要とは言えない。ビルレイの歴史については、古いフランスの死刑であるということ以外はわかっていない。おそらく中世プロヴァンスの死刑、レレイとゆかりがある。多くの文学家は、ビルレイが中世の例の変形であることに同意しているが、モルグ神父によって、死学論、トレートデポエスカにおいて、初めて公表された次の例を除けば、奇妙なことに、 ビルレーの前身となった、例の例はない。しかしながらこの例は、どうやら完全な例でなく、ビルレーの断片であるらしい。ビルレーには、近年見られなくなったビルレー・アンシャント、15世紀に、アラン・シャルティエに遡るビルレー・ヌーボーの2種がある。アデュー・ブディ・ワイトリステライア、セトロ・アプター、エイリールと始まるフランスで人気のある古い歌は、ビルレー・ヌーボーの典型例である。フランス語で、 古いビルレイという意味で、中世フランス文学に由来する。長い2行と短い1行からなる3行句を用いて、スタンザを形成し、A、a B というように印を踏む。スタンザごとに、いくつの3行句があってもよい。連鎖イを用いて、長々短角の3行句の繰り返しを作り出し、最終スタンザの短い行は、最初のスタンザの短い行と同じように、応印しなければならない。 したがって、最も単純なビルレイ・アンシャンの因律構造は、以下のようになるであろう。フランス語で、新しいビルレイという意味がある。主な特色は、二重反復区であるため、ただ二つの応印しかないという事実である。ビルレイ・ヌーボー形式の詩は、クプレーに始まり、この人形が、スタンザの変わり目に利用される。詩の結びには、開始、クプレを繰り返して、アンボワを作る。 というわけで、以下のような因律構造より、他の例はありえない。ビルレーヌ・ユーボーは中世フランス文学では、ありふれた死刑だが、イギリスの詩人ヘンリー・オースティン・ドブソンもこの死刑を利用している。ありがとうございます。